どうもこんにちは、再び山本です。今度は、先ほどはスパークルの基礎でしたけれども、今度は、RDF を作る、RDB から RDF を作る方法について、D2RQ マッパーというツールを紹介しながら、実際に簡単な例を紹介していきたいと思います。よろしくお願いいたします。で、午前中にあったスパークルの基礎については、もうここに、フィグシェアの方にアップロードしてますので、もし、後で参照したいという方がいらっしゃいましたら、ご確認いただければと思います。本日の RDF 講習会の、ウィキのページからもリンクが貼ってありますので、そちらからも PDF ファイルはダウンロードできます。よろしくお願いします。で、特に、ここででもなんですけども、何か質問ありますか？あの時聞くの忘れちゃったとか、大丈夫ですか？いいですか？はい。で、じゃあ、D2RQ マッパーの方の話に移っていきたいと思います。で、まずその D2RQ マッパーというツールは、我々 DBCS の方で開発してるんですけども、その元になってるツールとして D2RQ というのがあります。で、この D2RQ というのはどういうツールかといいますと、これは、インターフェースとは全部コマンドラインで行うものなんですけれども、その同じ目的で RDB を RDF にするためのツールになってまして、ここは部分については別の組織で開発されているものです。で、このツール非常によくできてまして優れているんですけども、全てがその、コマンドラインでやらなくてはいけないということでちょっととっつきにくいというところがあります。で、特徴としましてはこんな形ですね。まず RDB に対してスパークルで問い合わせをすることができるようになっていますと。それから RDB のデータに Web 経由でリンクとデータとしてアクセス、ちょっとこれはリンクとデータの説明を今回あまりしてないのでちょっとスルーしていただければと思いますけども、基本的に RDBF というデータは Web 上でもアクセスできるようにしているものをリンクとデータっていうことが多いですね。はい。で、それから、利用者の設定したマッピングルールに基づいて、RDB のデータを、トリプルストア等に格納形にする RDF として出力できますなどありますと。で、これ API ですね。プログラムからも直接アクセスできるようなツールになってますと。で、それなんで、とても機能が豊富でよくできてるんですけども、で、この構造、こんな感じになってるんですね。全体の概要として。ここにその D2RQ のエンジンとその D2R っていうサーバーとこの辺が全部セットになって配布されてまして、でこの辺を使うことによってここにある関係データベース RDB のコンテンツデータに対してこういうさまざまな方法でアクセスができるような手段を提供しています。ですがそのためにはここが必要なんですね。この RDB に書かれているものを RDF で見せるためのこの変換マッピングファイルっていうのが必要でして、でこれを書くっていうのはちょっと大変なんですね。非常に複雑というかすぐには分かりやすいようには書かれてません。でこれを作るのはさらにそのエディターとの直接テキストファイルで書かなくてはいけなくて、それもちょっと敷居を高くしてしまっているという問題点があります。なのでここをなんとかできないかなと思って開発しているのがその D2RQ マッパーというアプリケーションになります。で、D2RQ マッパーは何をしているかというと、こういうことで、まさに今お伝えした通り、ここのマッピングファイルをいかに簡単に作ることができるか、そこの手段を提供しようというものです。で、ここの、D2RQ マッパーは Web アプリケーションで、その Web アプリケーションに対して、Web ブラウザを使いながら、こうインタラクティブに、マッピングのファイルを編集していくことで、ここのマッピングの定義が出来上がって、で先ほどの D2RQ の機能をフルで使えるようなフルで使えるようになるというものになっています。はい。でここのサーバーでそのウェブのブラウザを使いながら編集しますので、直接テキストエディターでマッピングファイルを編集するときに比べて、その場でその何かその書いてる内容に問題点等があった場合は検出して機械的にそのエラーを吐いたりですとか、さまざまなそのマッピングファイルの問題点をなるべく生じさせないような形でのインターフェースを作っていますので、よりそのできた、マッピングファイルが問題なく目的の RDF になるような形で設計することができるようになっています。でこのインターフェースがこんな感じになってまして、これから具体的に少しずつ紹介していきますけど、こういうウェブの
ブラウザから様々なこのテーブル内容を見ていったり、その結果を確認しながら最終的にこのマッピングファイルっていうのを作って、でそれをそのマッピングファイルに基づいた RDF ファイルを D2RQ を使って取得することができるようになっています。で、ウェブアプリなので、もちろん、データベースセンター、DBCS の方のサーバーでこのアプリケーションが立ち上がってるんですけれども、その D2RQ マッパーのサーバーを利用するためには、そこから RDB にアクセスする必要がありますので、もしそのご自身のデータを利用したいということであれば、その我々の DBCS のサーバーからそのデータベースにインターネットを介してアクセスできるようにしなくてはいけないということで、公開することと等しくなりますので、それでも構わないということであればもちろんいいんですけども、必ずしもそういう状況ではないことが多いと思いますので、Docker を用意してますので、この Docker のイメージをご自身のローカルのマシンの方にダウンロードしていただいて、でそこで D2RQ マッパーを立ち上げることで、オンプレの中でも全く問題なく、その自分のデータを RDB から RDF に変換することができるようになっています。で、今回その Docker の方の説明までしていくとさらに大変なことになってしまうので、今回は Docker のインストールとか Docker がどんなことかということは割愛します。で、特に D2RQ マッパーの方は、データベースとして今対応しているのが MySQL と Postgre と SQLite なんですね。で、あと、Oracle の方で直接 Oracle 用の対応もしてますので、もし OracleDB をお持ちで Oracle のデータベースを RDF にしたいという場合は、直接 Oracle の方に、というか Oracle の山中さんに直接話すと取得することができます。はい。で、SQLite の場合はご存知かと思いますけども、特にデータベースサーバーというものがありませんよね。なので、直接そのデータベースのファイルにこの D2RQ マッパーがアクセスできるようにしなくてはいけませんので、その場合は Docker の方からその実際のファイルにアクセスするために、マウントっていう機能が必要になってしまうので、こういうことで Docker を立ち上げるときに、このホストの OS 側のファイルシステムとそのゲストのファイルシステムをマウントしてから起動することで、その立ち上がった Docker の中の D2RQ マッパーから外側のホスト OS のファイルに直接読むことができるようになります。こうすることで、Docker を使った D2RQ マッパーでも SQLite のファイルにアクセスできるような形で RDF ファイルを構成することができます。という形で、ちょっと技術的な話になりますけれども、今回サンプルとして使うのは非常に簡単なものになります。で、これ、去年も使ったものですけども、一つは、トップの、穀物ですね、世界の穀物の生産トップ10カ国、15カ国のデータをと、あと、各国の2文字のコードの CSV ファイル、この2つを利用して、で、ここから SQLite のデータベースを構築して、テーブルを作っていますので、これを対象にして、RDF を作るという流れをご紹介したいと思います。で、これですね。これがトップページになります。で、今、PC でネットにつながっている方は、d2rq-dev.dbcsjp にアクセスすると、このページが見えてきますので、ご確認いただければと思います。よいしょ、これ。これをこっち、こんな感じ。これですね。これが実際のデータになります。はい、これがホームページ、トップページですね。で、今この私がこのプレゼンをしている PC の中で、今 Docker が動いてまして、で、この Docker の中での D2RQ マッパーも起動してますので、それを起動した場合はこんな形で、これがそうですね、これが実際このローカルで動いている D2RQ マッパーのページで、これが DBCS のサーバーで動いている方でぴったり同じなんですけども、唯一違うのここでして、DBCS のサーバーで動いている D2RQ マッパーの場合は、ログインするための認証として、Twitter のアカウントや Facebook のアカウントをお持ちの方は、それを利用してアクセスすることができるようになっていますが、Docker ですともちろんオンプレで使うことを想定してますので、そういうことはしてなくって
で、単にここでローカルのアカウントをこのリーサルキーマッパーのために自分でご自身で作っていただいて、それを使ってアクセスするっていうことを想定して作られています。なのでここが違うんですけども、それ以外の機能は全く同じになってますので、どちらもご自身の目的に応じてご利用いただければと思います。で、今回はちょっとこの私のツイッターの方のアカウントで入る形でサンプルをご紹介していきたいと思います。はい、こんな感じですね。で、これ1回サンプルで作ってるので、すでにここに3つほどありますけども、今まで一度も使ってない方はここがニューしかなくて、ここは何もない状態になってると思います。で、ここで、ここにクリックすると、最初にニューで作るとこんなページになるんですね。で、ここでさまざまなそのデータベースの、設定ですとか、その DSRQ マッパーの中での名前を設定したりと、あと公開するときには RDF データをどういったライセンスで公開するか、そういうようなものをここで設定してから始めていくことに、マッピングファイルの編集を始める形になります。こんな感じで出来上がるということですね。で、ここを NEXT と押していくと、これももう一回この料理番組のようにこちらに用意してありますみたいな状態になってるんですけど、こんな感じになってますが、何もしない場合は、そのデータベースの中身のテーブルが全部ここに一覧で出てくるような形になっています。ちょっとこのスライドの方で見てみましょうかね。スライドでいくとこんな感じです。これが最初ログインした場合、何も入ってない時です。で、こんな感じで今の設定をして、こうやってやっていくと、これでサクセスという形に出ますので、そしたら次に行くとこんな感じですね。これが先ほどのサンプルのデータをもとに、スキューライトに入っているテーブル一覧になります。はい、で、この状態で、これが一つ一つのテーブルになって、そのテーブルの内容に基づいて、それをどうやって RDF にしていくかってことを、これからこのマッピングツールを使って定義していくことになります。で、それからここにジョインってのとブランクノードってあるんですけど、この RDF にしていくときに、例えばテーブルのあるカラムの値と別のテーブルのこちらのカラムをジョインしたものに対する RDF を作りたいとか、そういったこともこの中で定義していくことができますし、RDF として出力するときに、この部分はブランクノードとして表現したいみたいなこともこの DSRQ マッパの中でして、編集することができるようになっています。で、これがその今のサンプルから作られる RDF のイメージなんですけれども、まずこれがオープンパーリーの主語になってまして、で、そこからこういう形でいくつかその穀物の情報に対するプロパティ、述語と目的語、述語目的語っていう形で出てくることを想定しています。これをこういうものを作っていきたいなっていうものが頭の中にあって、それをどうやって DSRQ マッパを使って編集していくかってことを、これから順を追って説明していきます。で、例えばこういう形で、いつの、収穫した年を定義したい場合のデータ型をこう設定したりですとか、あとこの場合、もともとのサンプルデータとして入っているその穀物の収穫のデータっていうのは、国の名前が入っているわけではなくて、国のその2文字コードしか入ってないんですね。例えば日本だと JA とか、アメリカ US とか、そういう2文字のコードしか入ってないので、もう一つの CSV ファイルで、その2文字のコードに対応する実際の国の名前、日本語で表現方法は CSV に入ってましたので、それを一つのテーブルに入ってますので、その2文字のコードと、その CSV の2文字のコードから実際の日本語の表記の国名、国の名前に変換するためのジョインを行っているんですけども、そのためにジョインが必要になってますので、こういう形でジョインした結果がここに出るような形になってます。これはもう RDF になってしまうと全くそういうことをしていることがわからないんですけども、裏側の一つのテーブルですと単に2文字のコードしか入ってないので、2つのテーブルが必要になって、それをジョインしてるっていうことが必要になってきます。で、それから、さらにここですね。これはこの主語に対して、これが述語で、で、そこからこういう括弧が来ているので、ここにブランクノードが入っているんですね。で、この主語述語で1回ブランクノードが入って、そのブランクノードの述語を主語にした述語として、これとか、こことこういう形になってまして、で、これは
この収穫した国の場所ですね、これが緯度と経度が入ってますので、これを緯度と経度をバラバラにそのまま普通にこれを主語にして、緯度これ、経度これっていうふうに各 RDF を出力することももちろん問題なくできるんですけれども、頭の中のイメージとしてやっぱ場所は一つまとめて、そのロケーテッドアットっていうプレディケートを使って、でその目的語の部分を一つのブランクノードを介してまとめてしまう方がすっきり RDF としてなるんじゃないかっていうふうに設計者は考えたという設定になってます。でこのブランクノードの中の一つ一つがその緯度経度っていう形になると。でこんな RDF を作るためにどんなマッピングファイルを作っていくかっていうことがこれから出てきます。よろしいですか？これなんかわからないとか言ったらお願いします。イメージはこれですね。これを作るためのマッピングファイルです。で、まずこうやってテーブルを選ぶんですね。今回そのいくつかコーンとかありますけど、一つだけ、サンプルなので選んでますと。で、バーリーだけを選びましたということで、ここの、RDF のこのアイコンなんですけど、この3つ組のこのアイコンを、クリックするとオンオフになっていて、で、このオンになっていると、このデータテーブルの内容が RDF として出力されるということを示すことになります。で、こういうふうに、なんだ、見えにくくなって薄くなっているのは、このテーブルのデータは今回は RDF には含まれないということを伝えることになります。なので、マッピングファイルにはこのテーブルの内容は出てこない、そういうことになります。なので今回はこのテーブルの内容だけ使いましょうということで、ここだけをオンにしてます。で、ここを使って、まずはこういう感じで、あとそれから次にジョインテーブルですね。これを使って先ほどの国名と2文字コードをつなげるってことですので、まずこっち側にそのテーブルですね、このバーリーのこのテーブル名ですね、このテーブル名がこのジョインをクリックして、テーブルをジョインするための、機能になりますので、ここにそのバーリーが来て、でこっちがカントリーコードのテーブルということになります。で、この2つのテーブルのどのカラム同士をジョインするかということをここで決めます。でこちらがその実際のカントリーコード2文字が入っていて、でこっちのカントリーコードテーブルの2字っていうカラムに、その実際のこのカントリーコードの2文字が入ってますので、これとこれがキーになりますので、このキーをここで設定しますと。こういう形でテーブルのジョインをしていく形になります。よろしいですか？これをちょっと具体的な例として、こっちのサーバーで見ていきますと、こんな感じです。こういうふうになっていて、ちょっとこれ見にくいですかね。これですね。ここがカントリーコードですね。ここに表示されているのが実際のそのデータベースのテーブルになっています。最初の5行分が表示されています。で、これを大きくしますと。大きくなる。よいしょ。これですね。こんな感じになっていて、これがその、カラム名になっていて、でそれがこう1行2行3行って入ってます。で、今はここに S マークがついてますので、これを、サブジェクトにするっていうことを指定してます。でこれに対して、これからこのプロパティが、こう P っていうのはプロパティなんですけど、述語ですね、この辺を述語にして、で目的語がこの辺の値が入るってことを、これ指定してるっていうことを示してまして、でそのうちこれから、ジョインしたい部分はこのカラムですので、このカラムを見ますと、この GA のカントリーコードっていう、列の名前に対して具体的な値はこれ DE とか FRUA って入ってますので、これらに対応する国名を取っていきたいので、そのためのテーブルとジョインをしたいということです。いいですか？で、戻して、で、ジョイン相手のカントリー、コードっていうのが、よいしょ、こっちに戻ってみて、そうですね、あれ、見にくい。まあいいや、ここで、ジョインテーブルはこれか。あれ、すごい、これ見にくいな、これ。やりにくいと。ここで、こっちの、僕の画面には見えないという。ここですね。ここにカントリーコードの2レターズってあるんですよね。
感じで、よし、これですね。はい、ジョインテーブルを作るとこのこれですね、こんな感じになってます。先ほどのジョインテーブルの作成 の, あのここ行くとか、これですけども、ここにカントリーコードの2字のと、こっちのバーリー の,、カントリーコード の, あのカラムをジョインしたいっていう時に、こうやってやるとここがこうなって、でこんな形で入ってますので、こうすることで、この部分のコードと、よいしょ、こっちを、これをずっとこっちに移動していくと、こんな形で入ってるわけですね。これがあのもう一つのテーブルの方のカントリーコードの、あのテーブルの内容になってまして、こんな感じで全てがつながってるんですけども、このうちの、この2レターズの方があの実際のこの、こっち側のカントリーコードのテーブルの方の、カラム名になっていて、それとこの、そこからこっちの実際の、国名を取っていきたいということをしていくということになります。よろしいですか。でそれをここで書いていきますということですね。でこれがそのサブジェクトに、そのバーリーの方 の, あの第一カラムの名前が入っていて、これが主語になって、でこれがカントリーっていうプレディケート述語になって、その目的語でここに入ってますと、これがあの国名の名前になってますよということですね。ここでこう選べるんですけど、そのうちの、実際の日本語で書かれている国名はネームっていうあのカラムに入っている値ですので、ここをネームってやりますと。でその、リテラルですから、そのリテラルに対して文字コードとして J8 のをつけましょうというふうに形でこれ定義していきます。でここでセーブってやると、その値があのマッピングファイルに反映されるという状況になっています。よろしいですか。これでここの、ジョインテーブルを作るというところでジョインしてやると、それが今みたいに生成されるんですね。ここで例えばもう一回戻るといいですか。これここよし、ここでテーブルとやって、ここですね、このジョインって方をクリックするとこれが出てくると。でここでこうやってやっていくわけですね。こういうことやって、このアドテーブルジョインっていうのをやると、こういう定義がされるんですね。このためのジョインされたテーブルが定義されますので、そこで定義を、あの先ほどのマッピングを指定していくということを行います。よろしいですか。これでジョインの仕方になります。ジョインをすることと、ジョインをした後にどの主語と述語と目的語をそのジョインした後のテーブルに対して定義するかってことを定義していきます。なので2つあるんですね。この RDF が RDB 側のジョインっていう定義と、それをジョインしたテーブルに対する RDF の定義っていうのと、それぞれ別々にあるんですね。なのでジョインした後に、ジョインした後のデータに対する主語述語目的語をあのここでマッピングするっていうことをします。なのでちょっと RDB の知識と RDF の知識がちょっとずつ必要になってくるんですけども、大丈夫ですか。よろしいですか。で、じゃあもう一つ、このブランクノードの方ですね。次はブランクノードですね。こういう感じでブランクノードを作るんですけども、これも、さっきのこっちの実際のサイトで見ていきますと、ここでこうやってやって、この上にテーブルってありますので、この中の、ここですね、このブランクノードってやると、ブランクノードを作るためのページというか、あのメニューのウィンドウが出てきます。で、ここで、どのテーブルの、どのテーブルを主語にしたブランクノードを作るかっていうことを作りあの設定します。で、さらにそのどのテーブルのどのカラムをその主語、ブランクノードの主語として定義するかっていうことをここで指定します。これも言う、こんな感じですね。このテーブル名とカラム、これでどのテーブルのどのカラムをブランクノードの主語にするかってことをここで決めます。で、ここでこう add ブランクノードってやると、そのブランクノードを作るための項目が一つ作られて、で、それがここですね。これがそうですね。このブランクノード。で、これを見ると、実際にこのブランクノードを作るためのこういう形で、
見ることができます。で、今度はこのブランクノードに対して、どういう、今度仕事目的を作るかっていうための設定が必要になってくるんですけれども、そのための、設定をこれからしなくてはいけないということになります。で、これを作りますと。で、こんな感じになってますと。はい。これがそのテーブル一覧で、最初テーブル一覧の時には、このもともと SQLite に入っているテーブルしか出てこないんですけども、今のようにジョインを作ったり、ブランクノードを生成したりすると、そのジョインのテーブルに対する設定をするための項目と、ブランクノードに対する設定をするための項目っていうのがそれぞれ加わるんですね。で、それがあたかも一つのテーブルのように表示されますので、そこで実際に RDF にした時にどういう仕事術を目的語にしていくかってことをここで定義していくことになります。で、こういう形でどこを主語にして、どこを述語にして目的語にしていくかってことを一つ一つこう定義していくんですね。で、型指定とかも今みたいにさっきここでやりましたけども、ランゲージを設定したりですとか、リテラルの型を定義したりっていうことができるようになっています。これも大きなのか。こんな感じですね。こういう感じですね。このデータタイプとして、これはバリュー、実際の収穫高ですので、インテジャーで与えましょうとかっていう形でインテジャーにしますとか。で、そのリテラルのカラムの値を URI にするかリテラルにするかってこともここで定義できますので、ここをクリックすると、この場合は、出力はリテラルで、そのリテラルの型が XS3 のインテジャーですよってことがここで定義できます。で、それが目的語で、これが述語ですよね。述語はとりあえずバリューのままにしておきましょうという形で、ここもそれぞれ自分で自由に定義することができるようになっています。それから、こっちはピリオドですね。これは何年収穫した年ですので、これは、これもリテラルのそのままカラムの値をリテラルにしますけども、その型の、値の型としては、G イヤーってことで、年ですよね、西暦なので XS3 の G イヤーっていう型にしますという形になります。で、述語は特にこのままデフォルトのままですけども、これはなんだ、ピリオドですね。ピリオドを使って、で、その収穫した年はこれですよっていうことが定義できます。で、これがここですけども、で、あとそのロケイテッドアットですね。これでブランクノードを使ってるわけです。なんで、プレディケートの、このブランクノードの、プレディケートはロケイテッドアットで、で、この主語の部分としてはブランクノード側のテーブルで定義していくわけです。で、これをまた後で見ます。いいですか。で、こっちですね。これがブランクノードの方で、で、そのブランクノード用のテーブルが一つ加わってましたけど、そこをクリックするとこういう感じになっていて、このブランクノードの述語と目的語をこうやって形で定義していくという形になります。こうですね。いいよ。これもこれは、受信数です。で、経度と緯度なので、それぞれが、これもリテラル値をそのまま持ってきてますと。なので、これリテラルのカラムの値を持ってきて、その値に対する型を、受信数ですよってことで決めてますね。よろしいですか。で、あとは全然使わないので、全部これ、テーブルに対する指定と同じように、カラムに対しても RDF に出力しないものについてはこうやってオフにすることができますので、必要なカラムの必要なテーブルの必要なカラムだけが RDF に出力されるようなマッピングファイルを作ることができます。これが全て消してますね。で、なんで目的語の部分の経度と緯度の部分だけを使ってるということがここで定義できます。よろしいですか。で、ジョインテーブルも同じ、おっと、ジョインテーブルも同じで、どこだ、
この辺か、こんな感じですね。ツインテーブルに対してもどれを主語、目的語、主語、述語、目的語にするかってことを同じように定義していきます。で、こういうことをしていくと、もうその場でマッピングファイルは裏側で作られているので、そのままここで RDF を生成することができるということになります。こういうふうに定義していくことで、ここで作られたこの、よいしょ、こんな感じですね。こういう感じで、それぞれが、ピリオドはこういう形でイヤーに、G イヤーの形になりますし、バリューはインテジャーなので、このまま何も型がつかない。デフォルトの表示はインテジャーってこと、先ほどお伝えしましたけど、そういう形で出力されてますし、ちゃんと、ジョインされた結果として、カントリーネームが2文字のコードではなくて、その2文字コードに対応する日本語の表記になって、ランゲージタグが JA になっていると。で、ロケーテッドアットはちゃんとこういう形で、同じようにまた小数点がついている場合はデフォルトでデセモになりますので、受信数の型の数値が経度と緯度に対する目的語として入ってますという形で、目的の RDF が出力されましたということになります。これは実際にこのスライドを見ながら、後でご自身で試していった方が分かりやすいと思うんですけども、こんな感じでできますよっていうことですね。これで、あと、これは一回出力するときに、この、実際に見ると、こっちですね。ここで、これが実際の、ウェブのインターフェースですけども、ここでこうやってやって、マッピングファイルを作っていくと、ここで、まず、これがマッピングファイルなんですね。これがその D2RQ に対するマッピングファイルとして生成されて、で、そのマッピングファイルに対する RDF は、ここをクリックすると、その冒頭の部分だけがサンプルとして表示出力されるようになっています。で、ここで簡単にそのデバッグするわけですね。これで思った通りの RDF が出てきているかどうかを見ます。で、これで、問題ないなと思ったら、ここで、実際のこのクリックすることで、全体の RDF のファイルの変換が始まるようになっています。こんな感じで、これが、アップデーティング、なんだタートルって書いてありますので、タートルファイルが今作られて、で、ここが今度、こっちが赤くなるんですね。で、そうすると、全部変換が終わりましたよっていうお知らせ、印になりますので、今度はここをクリックすると、今の、データベースをすべてこのマッピングファイルに基づいて、生成した RDF ファイルをクリックするとダウンロードされるという形になっていますと。これが大体全体的な流れになります。どうですかね。ここは本当に見てるだけだと本当何やってるかよく分かんないと思うんですけど、大体流れとしてはこんな感じで、ジョインテーブルを作ったり、ブランクノードを作ったり、あとどのテーブルのどのカラムを主語、述語、目的語にしていくか、で、その目的語の部分を URI にするか、リテラルにするか、リテラルにする場合はどの型にするかってことを全部この中だけで定義していくことができるということになっています。どうですか、何か質問等ありますか。実際に、この、まあ、ネットにつながっていて、で、PC でこの D2RQ-dev.dbcsjp にアクセスしている方は、このサンプルデータベースがそのまま見られるようになってますので、そこでご自身で同じように追随して試していただくといいかなと思っています。ですね。これじゃないよ、間違えた。こっちか。このコンフィグを開いていただくと、ここに書いてあるんですけど、これです。はい、これはもうすべて今見えるようになってますので、SQLite にして、ここのデータベースを、このぴったり文字通り、これを書いていただくと、全く同じデータにアクセスできるようになってますので、ぜひこの終わった後でもいつでも構いませんので、これで試してみていただければと思います。これにアクセスすると、ぴったり同じデータが見えます。で、変換した後のものはもちろん見えないんですけども、元変換する前の4つのテーブルですね、カントリーコードと、あとバーリーとコーンと、なんだっけな、もう1つ、3つの穀物が、4つのテーブルだけがシンプルに出てくるページが表示されますので、そこから実際にいろいろあれやこれやと試していっていただければと思います。
これはもう僕がなんかいろいろ何度もいろいろ試してるんでいっぱい出てますけど、ここは4つだけ出てくるシンプルな表示がされますので、お試しいただければと思います。はい、こんな感じになってますけど、何かありましたらお願いします。はい。すみません、私バイオ系が全く専門ではないので、はい。適切な例になるかどうかわからないんですけども、例えばバイオ分子のある分子のデータベース、DB があったとして、はい。いろんな分子を。で、その分子の構造みたいなのが書いてあって、はい。で、その構造を取るのがある pH 範囲だとか、そういうような、普通にパニックデータベースみたいなことを考えたときには、はい。ここのカラムがこうなるには、こういう条件のときみたいな、そういうような記述がされていることっていうのは、私の分野では非常に多くはて、い。今言ったようなこともバイオでもあるかなと思うんですが、そういう場合っていうのはどういう感じにすればよろしいでしそょうか。れはですね、SQL の知識がさらに必要になってしまうんですけど、ホヤ文を直接書くことができるようになってますので、ここで、何でしたっけ、例えば、ここにありますけど、これを開くとこんな感じで、プレディケートとオブジェクトを設定するのともに、ここにホヤっていうのが出てきますので、ここでその条件を書くことができます。そうすると、そのある pH の範囲っていうのをここで書けますよね。なので、そこを書いてあげると、その値だけが RF として出力できるようになります。なるほど。はい。それで、それが、ちょっと RDF になった時にどうなるのかよくわからないんですけども、イメージはあまりわからないんですけど、はい。まずここで書くと、その RDB に入っているデータの一部に絞ることが一でき部。ますよね。なるほど。はいはい。だからその中の、そうすると、この分子が、構造を取る、この範囲で、pH 範囲で、みたいなのがこう書いてあった中で、ここに書くと、その pH 範囲で、に該当したやつだけ、こことここのやつをこう結びつけた RDF が作成される、みたいなこと、こそうので分す子ね。の構造はこうですっはいていはい。うのがこう出来上がる、みたいな、そういうイメージ。そうですね。その RDF をどうするかっていうのはまたちょっと別ですけども、とにかく RDF に出すためのデータをどうするかっていうのはここでまず指定できますね。このカラムの値、ここの、トリプルの目的語に対する値として、トリプルの時の、値にこのホヤ文を書くときに、このあるカラムの値はここですよっていうホヤを書いておくと、この定義のこのマッピングのトリプルについてはその値しか出力されないので、そこで目的のデータだけが RDF として出てくるようには設定できます。で、その RDF をどうするかはまたここの主語と目的、述語と目的語をいろいろあれやこれや書いていくことで自由に定義することができます。そうすると、はい。RDF 化するときに、なんとかの pH の時だったら、こう、なんとかの pH だった時はこうみたいな、はい。両方出力した例えば、はい。こう、主語はい。とはい。両同じにして、そのフェアだけ違うものをここで作成してやるみたいな、そういうことをするそうです。ってはいうい。んでで、すその同じ主語に対して、で、しかも同じか。はい。カラムに対同しじ。はて、い。別の条件で、別々の、プレディケートを例えば用意したいという場合は、こうプラスっていうのを作ると、もう一つ作れるんですね。で、こういう感じで、同じ主語に対する同じカラムに対して、いろんなプレディケートとその条件を作っていくことができますので、ここのホヤーとここのホヤーを変えることで、それぞれ同じカラムから別々の RDF を作ることができるようになっています。ありがとうございます。はい。そう、今みたいな形で具体的にこうご質問いただいた方が中が分かりやすいかなと思うんですね。こう、わーっとペラペラ僕が喋ってるよりは。はい。ちょっと RDF の話とはずれて、
ってしまうんですけど、はい、マッピング自体はもうできて利用していくっていう段階の話で、RDB 側のレコードが増えていて、でマッピングがもうできている状態になった時に、マッピングする時はもう GUI でやれると楽なんですけど、すでにできているもので RDF のデータだけが欲しいっていう時に、その時は自動化したくてコマンドでできたらいいなと思ってるんですけど、はい、このツールはコマンドで最終的なその、はい、それが D2R ですね。もともとあった D2R 機が、それがそのためのツールなんです、ね。マッピングファイルさえあればもうその場でバッチでできます。あ、それを使えばもうできる、はい、なので D2RQ っていうツールを別途入手していただいて、でそれを展開していただくと、そのターミナルの中でその全てここで生成したマッピングファイルをそのツールに与える引数があるんですけど、その引数を与えてあげると、その場で RDB にアクセスして、この定義のマッピングファイルに従った RDF が生成されるという形になります。はい、あとはよろしいですか。ぜひこの D2RQ マッパーをたくさん使っていただければと思ってるんですけど、なんかこう本当に具体的なデータから来て説明した方が皆さんには分かりやすいと思いますので、これからももしなんか分かりにくいことがあったら、とりあえず RDB がありますと、分かりませんつってスパークルソンに来ていただければ、その場で皆さんと情報を共有しながら RDF 化していくってことができると思いますので、まだ今後ともぜひよろしくお願いいたします。あと今このインターフェースですけど、もう一つインターフェース今絶賛開発中ですので、もう少しこれとは別の方法でのグラフィカルな方法で定義ができるかなと思いますので、そちらもスパークルソンに来ていただくと、どんどん新しいものに触れていくことができるかなと思います。よろしいですか。はい、どうぞ。はい、はい、P の部分が、はい、URL でリテラルネット P というボタン、URL で表示すると、このマッパーを使うと、それで URL を指定した時の実際のアドレスっていうのは、先ほどの話だといろいろなオニトロジーのここから取ってきて定義しますと言われたんですけど、はいはい、そういうものを独自のところで定義する URL を作らなきゃいけないのか、そう、あ、両方です。はい、はい、自分たちだけの意味のものとか、はい、そういうものがありますよね。はい、それの、まあ、探すのはどこで探したりかっていうのはちょっとまず分かんないことと、実際にないものはどうしたらいいのかっていうのちょっと、その辺、その辺はまさにスパークルソンの課題なんですけど、はい、まずこういう概念があった時にどういうクラスにしたいかっていう時に探すのが大変なのはおっしゃる通りなんですけども、その時のために、午前中かな、例えばバイオポータルのサイトがありますけど、そこで検索をしたりですとか、はい、ライフサイエンスの分野でしたらバイオポータルで検索するっていうのが一ついいかなと思います、ね。そうすると既に定義されているさまざまなクラスですとかオントロジーがバーッと出てきますので、それを見ながら自分の目的に合ってるそのクラスやオントロジーなのかどうかっていうのを確認することができます。でそれでよかったらそこに書いてあるプレディケートをそのまま採用し、プレディケートやクラスを採用して、この自分のこれから作る RDF の中のこういうプレディケートのところにコピペしていくって形で作ることができます。でちょっとこの部分だけだと自分が欲しい概念がないなと思った場合は、その似てる概念があればそこから派生させるとかできるんですけど、より上位の概念がすでに別の場所で定義されていて、よりスペシフィックな概念を自分で表現したいと思った場合は、その上位の概念からこの解の概念ですよっていう定義が合うっていうそのオントロジーの言語で設定できますので、そういう形で自分の独自のオントロジーを使いながらも他のオントロジーとの関連性を保った形で表現するっていうことができます。なのでちょっと具体例があるといいんですけど、ちょっとそう説明してもまたどんどん長くなってしまうんですが、やり方は本当にたくさんあるんですけど、本当に最初はなんでこの、どのデータをどういうクラスにするかっていうのは一番皆さんが悩ましいところだと思いますので、そ
そこは個別具体的に相談していただくといろいろと見ていくことができると思います。はいはい、よろしいですか。あれ見えない。ちなみにこれがその今新しくやってる方なんですけど、こんな感じでこれがそれぞれテーブルになってるんですけど、こんな感じでテーブルとカラムがこうグラフィカルに出てて、でこの赤い線で主語述語目的語を定義していくみたいな感じで、こうピッピッとこう線を引っ張っていくだけでこう新しく定義できるような感じになりますので、まあ、これとどちらも同じデータに対して、うん、UI を変えることができますので、こちらもそのうち使えるようになるかなと思いますので、ご期待いただければと思います。いいですかね、大丈夫ですか。あとはまた具体的に質問していただければと思いますので、ここでじゃあ一旦終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。